アート・バックウォルドことアーサー・バックウォルドはアメリカ合衆国のユーモア作家。ワシントンポストにおいて長期に連載したコラムニストとして知られ、他の多くの新聞にも配信されていた。彼のコラムは政治風刺と論説が主であった。1982年にはその際立った論説に対しピューリッツァー賞が贈られ、1986年にアメリカ芸術院に選出された。バックウォルドはパラマウント映画との訴訟でも知られている。彼と彼のパートナーであるアラン・ベルンハイムは1988年にパラマウント映画がエディ・マーフィ主演の映画星の王子ニューヨークへ行くにおいて彼の脚本を盗作したとして訴訟を起こした。彼は勝訴して損害賠償を勝ち取りパラマウント映画から提案された和解案を受け入れた。この件は1992年に出版されたピアース・オドネルとデニス・マクドゥーガルによる著書フェータル・サブトラクション、ザ・インサイド・ストーリー・オブ・バック・ウォールド、V パラマウントに詳しい。アート・バック・ウォルドはオーストリア系マジャル人のユダヤ人移民の家庭に生まれた。父親はカーテン製造者のジョゼフ、母親はヘレンであった。4人兄弟の末っ子でアリス、イーリス、ドリスという3人の姉がいた。1929年の世界恐慌で家業が破綻した際、父親はバックウォルドをニューヨーク州にあるヘブライ児児童養護施設に預けた。バックウォルドはその後、いくつかの孤児院を転々とし、その中には病気の子供たちのためにセブンスデーアドベンチスト教会が作ったクイーンズ区宿泊施設も含まれている。5歳になるまで孤児院で過ごした後、ようやく父親、姉妹と再び一緒に暮らせるようになった。クイーンズ区のホリスにある住宅街に住んだ。バックウォルドはフォレストヒル高校に進学したが卒業せず、17歳の時に家出した。彼は第二次世界大戦においてアメリカ海兵隊に従軍することを望んだが、若すぎたため年齢を偽り、酔っ払いを 0.5 パイントのウイスキーで買収し、自分の法廷後見人になってもらった。1942年から1945年にかけて第4海兵航空団の一員として海軍に従軍し、そのうち2年間は太平洋作戦戦域において過ごしている。退役した時の階級は軍曹であった。戦争から帰還した後、バックウォルドは福音兵援護法を利用し、高校の卒業証書を持っていないにもかかわらず、ロサンゼルスの南カリフォルニア大学に在籍する。USC では、キャンパス雑誌Wampusの編集長を務め、また、大学新聞Daily Trojanにコラムを執筆した。大学側は、彼が高校を卒業していないことを知った後も、大学での勉強を続けることは認めたが、学位を与えるのは不適当であるとした。彼は1993年に大学より名誉学位を授与されている。1948年には USC を去り、パリへの片道切符を購入する。やがて彼はパリにてアメリカの雑誌バラエティの特派員の職を得る。1949年1月、彼は欧州版ニューヨークヘラルドトリビューン紙にコラムを寄稿。日暮れの後のパリというタイトルを付けられたその記事には、パリ、このナイトライフに関する変わった情報がふんだんに盛り込まれていた。バックウォルドは雇われ、編集部員の一員となる。彼のコラムは人気を呼び、1951年には、ほとんど人々についてと題された別のコラムを執筆。これらのコラムは後に融合され、ヨーロッパの明るい面となった。バックウォルドのコラムはすぐに大西洋の両側にて読者を獲得していった。1952年11月、バックウォルドはフランス人向けに感謝祭休暇についての説明を試みたコラムを執筆する。その中では例えば、マイルズ・スタンディッシュをキロメーター・ディバーティッシュと訳すなど、故意に誤訳する手法を用いた。バックウォルドはこれを最も好きなコラムであると考えており、生涯、感謝祭になると毎年取り上げられることになる。また、アメリカのアイゼンハワー大統領の朝食に関する習慣について記者から質問を受けたというパロディの記者、会見リポートを作成したところ、大統領報道官、ジェームズ・ハガティがこれを真に受けてしまい、悪評を浴びせたが、バックウォルド自身はこのことを楽しんでいた。ハガティが、これは純粋にくだらないことだと記事を糾弾するために、バックウォルドに関する会議を招集した後、バックウォルドが、ハガティは間違っている。私は、不純な、くだらないことを書いたのだと反論したことはよく知られている。1959年8月24日に、雑誌タイムは欧州版ヘラルドトリビューン誌の歴史を振り返り、その中でバックウォルドのコラムによってつまらなさの品質が一定の基準に達していると評した。パリ時代、バックウォルドは実質的にエルヴィス・プレスリーにインタビューを行った唯一の特派員だった。軍曹に昇進する直前だったエルヴィスは当時軍役のため西ドイツにおり、週末の休暇をパリのプリンス・ド・ガルホテルにて過ごしており、そこでインタビューを行った。1962年にアメリカに帰国し、原稿がトリビューンメディアサービスによって配信されることとなる。彼のコラムは最大で550もの新聞に掲載された。そして生涯で30冊以上もの本を書いた。彼はまた、1970年代のキャンパスライフの断片を盛り込んだフメッチを、マーベルコミックのクレイジーマガジンに寄稿している。1982年、バックウォルドが新聞に配信したコラムがピューリッツァー賞の論評部門を受賞した。著名な映画における文字的な意味でのカメオ出演の他にも、バックウォルドはジャックたちの映画、プレイタイムにおける英語による会話にも参加している。プレスリーのルリドにおけるピアノの即興パフォーマンスも、ナイトクラブの客の大部分が帰宅した後に、彼がショーガールのために熱唱したことも、バックウォルドのベストセラー著書I'll Always Have Parisに書かれ、伝説となった。バックウォルドは、妻となるアンとは、パリで出会う。そして、養子を3人迎え、ワシントン DC で暮らした。彼は、夏の大部分を、マーサズ・ビニヤードのビニヤードヘイブンにある自宅で過ごした。2000年、74歳の時にバックウォルドは脳梗塞を発症し、病院に2ヶ月以上入院することとなった。2006年2月16日、AAP 通信により、バックウォルドが足の膝より下を切断し、ワシントンの自宅とホスピスに滞在していると報じた。伝えられるところによれば、足の血行不良のために切断する必要があると判断されたゆえのことだった。バックウォルドは、ラジオのトークショー番組のホスト役であるダイアン・レームに自分をインタビューするよう招待した。この様子は2006年2月24日に放送され、その中でバックウォルドは自身の糖尿病に伴う腎不全を治療するために以前より行っていた人工透析を中止すると決めたことを明らかにした。レームは彼の決断について旅立たねばならぬと決まったら、どう旅立つかは一大事だと文章を始め、これは彼の最後の挑戦であると表現した。バックウォルドは自分の選択に非常に満足しており、定期的にマクドナルドで食事をしているとリポートした。後にバックウォルドは CNN のマイルズ・オブライエンにインタビューを受けている。この様子は2006年3月31日に一部が放送された。バックウォルドはもし自分が昏睡状態になれば、蘇生措置を望まないという医師に対する彼の要望を記録したリビングウィルについて議論した。そのインタビューが行われた時点で、バックウォルドはまだ定期的なコラムの連載を持っていた。インタビューで彼は、飛行機での最後のフライトを行うのが夢だと語った。バックウォルドは、FOX ニュースのクリス・ウォレスにインタビューされ、2006年5月14日の FOX ニュースサンデーにてその様子が放送されている。2006年6月にホスピスを出た後、バックウォルドは再びダイアン・レームにインタビューされている。彼の腎臓は動いており、毎朝彼は自分自身に感謝している。何人かは自分の心臓に感謝するが、私は自分の腎臓に感謝しているとした。バックウォルドが新しい足を得て、再びマーサズ・ビニヤードを訪問することを楽しみに待っているとも伝えた。2006年7月にはマーサズ・ビニヤードのティズベリーにある自分の夏の家に戻った。そこで、Too Soon to Say Goodbye と題した本を完成させる。これは、ホスピスで過ごした5ヶ月間に関するものであった。彼の友人や出身大学、家族によって用意され、使用されなかったユーロジーも、その本には収められている。2006年11月3日、CNN のニュースアンカー、キーラ・フィリップスがインタビューしている。1989年より、フィリップスはバックウォルドを知っていた。それは、彼女の最初のインタビューだった。2006年11月22日、バックウォルドは再び、ダイアン・レイムの番組に出演し、その際には自らを、ホスピスの看板男、なぜなら私は生きているからと紹介した。バックウォルドは2007年1月17日、ワシントン DC にある息子、ジョエルの自宅で、腎不全により死去した。81歳没。死去の翌日、ニューヨークタイムズのウェブサイトには、やあ、私は、バックウォルドだ。つい先ほど、世を去ったと彼自身が宣言する死亡記事ビデオが、掲載された。You can fool all of the people all the time と I think, I don't remember を一冊にまとめたもの。ありがとうございます。